歴史はありますか？黒歴史、うん、あー言っていいのかここのチャンネル、あでもいっか、あの元彼と初エッチがうまくいかなかった、うんうん、あーなるほどね、うん、うん、今の目標ある？あ、B、マンコを使いたいチョコ先生と何かしたいことある？エッチなことしたい。あ、なるほどね。うんうんうん。好きな言葉は？なんとかなる。自分の特技は？バレーボール。可愛く告白してみて。大好きだよ、キュッ。はい、ありがとうございます。大丈夫？大丈夫なんかこれ。いや、ちょっとあの、いろいろとね、あの、突っ込みたいところがあるんですけど。もう何から行きましょうかね。どれ行く？そうですね。黒歴史から行きます？あ、了解しました。これでも大丈夫なの？うん、ここの、うん、ここで話してもいいのか、ちょっとわかんないんだけど、あの、結構ピー音はもう準備できてますかい？あー、ちょっと待ってね。うん。ちょっと、音量上げるわ、ピーモンの。よいしょ。オッケーオッケー。足、なんか、ピーって言った方がいい？ピーのところは。あ、そうね。ピーって言った方が、ありがたいかもしれんわ。了解いたしました。こちらはですね、まず、元彼と初エッチがうまくいかなかったっていう話なんですが、はい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 。初めてエッチしたのが、うんうん、両方とも少女、そして童貞だったんです。はい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 。うん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 。で、あの、金がなかったから、うんうんうん、相手の車の中で突き出すことになりまして。ああね、はい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 。で、まああの、人もいない山奥に行きまして。いや、ベタだな、初めて山奥でやっちゃうのか車の中で。なるほどね、うんうんうん、そうだよ。ほんで、まあ、いざね、うん、入れるぞと。はい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 。なので、まあ、うん、優しくしてほしいけど、でもやっぱりさ、なんかこう、合図がなかったら、なんかちょっと怖いじゃん、やっぱ初めてだしさ。いや、確かにな、ちょっとドキドキしちゃうもんね、初めて。うん。そう、だから、一斉の出で、入れてねって言ったの。うん、あ、かわいいね。うんうんうん。さあ、じゃあ行くよ。一斉の出って言って、ボーンって入ったのが、ピー、はい、肛門だったのね。はい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 。そう。肛門に入っちゃって、うんうんうん、ピンコが。はい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 。そう。ほんで、さあ、うん、抜けなくて、抜けなくてね、もうギチギチでさ。初めてで、あの、そっちの穴に入れちゃったの？うん、そう、間違えたんだよね、穴。そっちじゃないみたいな。いや、なさすぎだろ、これはマジで。そっちで。めっちゃ痛かったんだけど、本当に。絶対痛いって、それちょっと。めっちゃ痛い。足も痛いけど、彼氏も痛い痛い痛い、ちぎれるちぎれるって言ってた。男も痛いよ、それ。ねえ、なんかすごい、うん、なんて、やっぱさ、運が出るとこだから。はい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 。そう、だからなんかこう、力が強いらしくて。で、足も出す専門じゃん、ここは。そうね、うんうんうん、そう。出す専門のところだから。うん。こう、出そうとすればするほど、なんか出さないみたいな、なんかちぎれる、本当にちぎれるみたいなことを言いながら、あの、30分ぐらいかけて、ヒッヒッフーで、ゆっくりもう、ないないのチンチンになるまでね、待って。はいはいはい、うんうんうん。そう。で、ちょっとずつちょっとずつ抜きましたっていう、うん、これが黒歴史でございます。いや、いや、それすごいけどさ、あ、だから地になったの？そう。そうなの。しかもなんかね、あれなんだって、アナル、あ、はいはい。あ、アナルしか使ってくれなくなっちゃって。え、ガチで言ってるそれ。うん、ガチガチ。だからね、あ、開発されちゃったんだ。うんうんうん。そう。でもずーっとアナル。やるとき毎日アナル。え、それは何？あの、うん、本物の、入れるべきところを、うん、もうそこだと認識間違えてしちゃったとかじゃなくて、うん、そっちの方がいいって彼氏がなっちゃったんだ。そう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 、なんかもう恋に入れてくる、もう。
やべえやつだな。そうなんだよね。なんかね、意外に締め付けが良かったらしい。怖い、びっくり、本当に。だから足後ろガバガバなんだよね。そう、なるほどね。前より後ろの方がガバガバなんだ。そう、ガバガバなの。前はまだキュッキュッキュッキュしてるからいいけどさ。あー、なるほどね。そう、一番の黒歴史はこれでございます。チョコ先生助けて。やべえ黒歴史だな。助けてー。ピーヨンが混ぜちゃってるもんね、これ。失礼しました。もう本当に見せてあげたい、足の切れ字を。こんなに切れ字を見せるな。後ろを向くな、お前は。見て見て、ほらほらこうやって、ほらほらこうやって。あの、結構、あ、確かに開いてるかもしれんわ。めっちゃ痛いの、これ。たまにここに来て、あれだね、ちょっと薬ちょうだいね。軟膏くれ、軟膏。あ、なるほどね。軟膏。うん、軟膏ちょうだい、軟膏。痛そう。痛いよ。すごい黒歴史持ってますね。さすがサスパスですね。やったー、ありがとうございまーす。で、あの、はい。今の目標あるって、あの、なんかすごいことを聞いたような気がするんですけど、あの、具体的にはどういうことをやりたいんですかね。P で言うと、マンコを買ってみたい。それはあの、どういった意味で使うんですかね。え、だからチンコを入れて、あ、なるほどね。どうもあの、メリス様は自分のチャンネルをね、あの、バンされたいみたいなんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫なの。ちょっとなんか、いや、出現をしないように頑張りたいと思う。ピーをちゃんと言おう。いや、もう出現だらけなんだよ。失礼しました。でもなんか、一回は、なんかこう、使ってみたいっていうのはあるんだよね、なんか。いや、本当だ、本来そこに、入れるべきものだから、はい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 、そうだから、なるほどね、ちょっと使ってみたいなと思って頑張りたい。いや、頑張りたい。リリスさんはね、その目標をかなえられるようにね、あの、ちょっと、玉木にお願いしとくわ。ありがとう、ありがとう。あとでぶっ殺されそうだけど、玉木先輩でもなんか、モデルの動画めっちゃなんか、何センチ ?18 センチだったっけな、確か。ちょっとなんか、初心者にはちょっとデカすぎるような気がするんだけど、大丈夫かな。いや、大丈夫だよ。初心者以上のことしてるよ、もう。あ、ほんと?もう最初にね、あの、初心者が難しいことをもう終えてるから。そう、もう、なかなかね、もう上級者のことをやってるわけよ。もうベテランかなみたいな。よかったー。そうなら大丈夫だ、ありがとう。いや、大丈夫じゃねえよ、お前。そこは遠慮しろ。え、なんで?お願いね、後でチョコ先生言っといて、玉木先輩に。ちょっと入れてあげな、って。あーね。言っといて。ああ。違うものを入れられそうな気がするけど。何が入る ?84 のミニ缶とか嫌だよ、足は。やだよ。やだ。メントスコーラでも入れさせよう。そう、じゃあ、あの、新しい刺激を求めようっつって。それってさ、あれなの?中にまずコーラ入れて、その後にメントスをズブッと入れて、めちゃくちゃ面白いことになるけど、大丈夫それ。急にスプラッシュマウンテンみたいになってる。これおもろいな。それは、あの、ちょっとあの、リリー様にちゃんとね、あの、お尻を上げていただいて、あの、むしろ逆立ちしたままでもいいけどね。ね、それさ、あの、一発芸みたいになんない?それ大丈夫?それ。本当に、それは玉木先輩が見て喜んでいただけるのだろうか、下半身的に。なめた?大丈夫?いや、もう、下半身じゃなくて多分、あの、上半身のあの、顔の方が、あの、爆笑して喜んでもらえるかなって。じゃあ、今度はメントスコーラするわ。やるな、やめろ。やるやる。逆立ちしながらね、スプラッシュマウンテン。スプラッシュマウンテン。リリースの撮っていません。大丈夫ですって言ってね。
やめときや。ありがとう。いや、ネタ増えたわ。ありがとう、チョコ先生。変なネタを提供してしまった。ありがとうございます。